姉様、早くしないと間に合いませんわよ。バームグローイングパワーチェンジ、タケノコファイヤブカラ誕生タケノコ。転校初日に遅刻なんて南極グループのいい笑いものです。仕方ありません。セバスチャン、アニメに関わるものすべて処分しなさい。かしこまりました。では粗大ゴミの手配を。会長選挙の立候補者はエトロフさんに決定ということで、じゃあよろしく。あ、冗談だろ。推薦しちゃった。ねえねえ、お前クジラってクラス委員もしっかりやってるし、ぴったりかなって。あのな、生徒会長とはわけが。ごめんなさいです。ん、おー何だこの子。面白そうな子。おいおい、可愛くね。なんで制服の下にスクール水着を。あの皆さん、やだ、間違えてパジャマのまま来ちゃったです。どんなパジャマだ。ペンギン襲来。というわけで今日から入った転校生よ。じゃあ軽く自己紹介を。はい、南極さくらです。前の学校ではペンギンって呼ばれてました。今日からよろしくお願いします。南極さんね、さっきの格好は一体。南極さん、趣味は。好みのタイプは。ですね、アニメに出ている人たちが着ているおしゃれなコスチュームを着るのが好きです。なんかとんでもないやつ来た。南極さんの席はエトロフさんの隣ね。はーい。私アニメとかコスプレって見るのも苦手なんだよね。参ったな。タケノコちゃん。あ？タケノコちゃんです。エトロフホエール。ごめん、体が勝手に。それタケノコちゃんのコスプレですよね。だからそのタケノコちゃんって何なんだよ。本当にご存知ないんですか。だからそう言ってるだろ。あった、これです。ほらこの子がタケノコちゃん、かわいいでしょ。うわ、子供向けアニメじゃん。ここです。ここ、眉毛のところがクリソツです。眉毛かよ。それに毎回の変身シーン。竹やぶを守るために悪のバンブーキングダムと戦うところとか。キャッハハハハ、ザボどもぶち殺して竹やぶの肥料にした。でもエンディングではおじいさんにタケノコご飯にされて食べられちゃうんです。重いぞそれ。でも大丈夫、タケノコちゃん R で新しく生えてきますから。どんだけ詳しいんだよ。はは、見れば見るほどタケノコちゃんそっくりです。やめろ。どうしたらタケノコちゃんは私の愛を受け入れてくれるんですか。エトロフさんが出るなら私も生徒会長に。あ、すいません、間違えちゃいました。改めて私も生徒会長に立候補するです。エトロフさん、私が当選したらタケノコちゃんのコスプレをしてください。このタケノコちゃん第30には哀愁のタケノコメイドのコスプレを。なんでだよ。生徒会長権限です。わかった、こんなバカに学園をめちゃくちゃにされてたまるか。私も出るよ、生徒会長選挙。勝負ですね、エトロフさん。私が勝つ。なんか面白くなってきましたわ。We'll be right back.
私が生徒会長になった暁には生徒会予算の引き上げをお約束します。はい、お疲れ様。俺が原作者の高橋哲也です。よく頑張った。残念、つまらないまで終了です。のど自慢かよ。お嬢様、お時間でございます。南極さくらです。私のマニフェスト、それは女子の制服をメイドフックにすることです。何バカなこと言ってんだあいつ。メイド服なんて着たくないわよね。オタク臭い。でもって男子の制服も執事服で統一します。盛り上がってる。最後は2年1組エトロクジラさんだ。エトロフクジラです。こんなに大勢の前であんなにハキハキと喋れるなんてすごいな。ペンギン、落ち着け、落ち着け。私は制服を可愛い服に変えたりかっこいい服にしたりとかってできません。でも私はこの学校が好きです。好きな学校のためにできることは何でもやります。そして私の好きな学校をもっと好きになれるように全力を尽くします。以上。おお、2年1組から立候補した2人がダブルトップ。とエトロフさん、こうなったら1対1の勝負です。ああ、受けて立つよ。第一戦、バレー対決。は？早い。体を動かすことだったら負けないって。こうなったらペンギンコスチュームチェンジ。行くです。さあ、さあ、ふわー、ふわー、ふわー。なんだこの変わりよ。私と同じくらいか、それ以上。エトロフさんのおかげでうまくできました。お嬢様はコスプレすることによってそのキャラクターの力を身につけることができるのです。私のコスプレしてんじゃねえ。45勝45敗、9引き分けか。やるな、ペンギン。こうなったら最後の勝負はスキスミズだらけの水蒸気馬券で決着をつけるです。鉢巻きを取られたら負けですよ。いいですね。それはいいんだが、何なんだよその格好は。劇場版タケノコちゃんに登場したアーマードタケノコスーツです。総重量約100キロ、制作に4ヶ月と5000万円かけました。かけすぎだって。位置についてレディー、ヒュー。行くです、エトロフさん。行け、セバスチャン。はい。エトロフさん、覚悟。あ、総重量約100キロ、そんなの着て落ちたら。あ、お嬢様。あ、おっと、エトロフ選手、足巻き取り勝負を放棄、自ら馬終わり。南極選手を助けた。エトロフさん、どうして。別に、ただ転校早々溺れることもないかなって思っただけだ。エトロフさん、やめ、重くて沈んだ。勝者、南極さくら。南極さんには勝者として特別票が与えられます。負けちゃったか。結構頑張ったんだけど。私、乾杯です。生徒会長選挙なのに、私自分のことしか考えていませんでした。生徒会長は
強くて思いやりがあるエトロフさんがふさわしいと思うです。ペンギン。わかった。私、頑張るよ。うわっと、ペンギン！相手を褒めつつ自分に投与！ライバルを上げて落とす大胆な勝利で生徒会長に就任だ！いやー、間違えちゃったです！取り消し、取り消し！じゃ、違うんですよ！いいじゃん。あんたが生徒会長で。バカバカしいけど、明るくて楽しい学園になりそうだし、もしもの時は、私が力になるからさ。エトロフさん。じゃあコスプレしてください。はあ、生徒会長の言うことには絶対服従ですよ。誰がするか。決着をつける時が来たな、シャッちゃん。エトロフクジラ、私は帰ってきたでち。次回、ペンギン娘ハート逆襲のシャア。君は時々涙を見るのです。